どうも田中です。喘ぎ声が自分で出せたら便利だなと思って、喘ぎ声を習得しようかなと。小学生とかの子ももしかして見てるかもしれない。もう本当は見てほしくないんですよ。明日の動画見てほしい。喘ぎ声とは、苦しそうな声、または情行において漏れ出る苦しみと快楽ともつかない声。絶対母ちゃんが電話してくるタイミングじゃない。後でかけ直す。俺の喘ぎ声が今どれぐらいなのかちょっとね。あちょっと恥ずかしくなってきた。もっと高いよね、もっと高いと思う。あ違うな。あこれはチーズだ。これは絶対違うわ。犬だわ、これ。もっと繊細なの。違う、絶対違う。コツを調べよう。これはエロい。男が大興奮。可愛い喘ぎ声など。しかも声が出そうなのをグッと押さえながらも時々断片的に声を出す。気持ちよさで声が出そうになるのをグッと押さえて断片的に出す。違うわ。悲鳴のような声を出す。悲鳴っぽい喘ぎ声か。まあ、マッキーが大人のおもちゃで、ここに来たら悲鳴かと思うぐらいの喘ぎ声しますね。あ絶対違う。え、あ違う。悲鳴だろ、キャーだよ、キャーだよ。ああ、いいじゃん、いいよ。鼻にかけたような幼い声を出す。ちょっと鼻塞げばいいのかな。ああ、喘ぎ声聞けばいいんだ。真似します、真似します。はい、来て来て、はい来て。謝罪動画撮ってたの。いや、違う。キングスマンっていう映画使えないやつでしょ。そう、かっこよすぎて来ちゃった。今から4つ音声を流します。え、その中で俺の喘ぎ声が混ざってます。1問目。他のは誰かなの、またかもしれません。じゃあ2問目いきます。はい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 。3問目。じゃあラスト。何やってんすか、一人で。1はない。1はない。多分4もない。これ4つの中でどれが俺の喘ぎ声だったでしょうか。2番がまほっちゃんの喘ぎ声です。正解は全てです。脱帽。チャンネル登録よろしく。ちょっと喘ぎ声出してみてよ、ガチで。ちょっと上書き痛すぎる。痛っ。ビンタで上書きしないと。